平成最後の通常国会が今日から始まります午後には天皇陛下をお迎えして開会式が開かれその後安倍総理大臣が施政方針演説を行います中継です安倍総理は予算の早期成立を訴えていますが国会冒頭から戦略の見直しを迫られています補正予算と予算算とい,ちいちも早い成立を期してて頑張って 参りまりしょう。我々はこの国会でしっかりと責任を果たし、その後の統一地方選挙、参議院選挙、勝ちにていかなければならない今年の政治日程を見据えると、4月の統一地方選挙、続いて皇位継承、6月の G20 首脳会議があって、夏には参議院選挙が控えています。 安倍総理としては提出法案を58本と少なめにして、得意の外交で実績を重ねて安全運転で乗り切る戦略を描いていました。ところが厚生労働省の不正統計問題が政権を直撃する事態となっています。官邸関係者は国民の懐に影響がある有意識事態と話していて早期に対応する考えです。 12年前、第1次安倍政権では年金記録の問題が引き金となって退陣のきっかけとなっただけに政府・与党側は緊張感が高まっています。